これからセレニティーネットテントとGatewood Capeのコラボレーションちょっと教えたい。これは普通のシックスムーンデザインズのGatewood Capeのポケの中にところで、セレニティーネットテントをちょうど入ります。これ一つのセットになります。これはドゥーロールテント、一人分のドゥーロールテントで 600g しかないです。じゃあちょっとセレニティーネットテントを出してみる。で最初は2つを一緒に使うときは、最初はGatewood Capeを設定して、それからセレニティネットテントを出して、でセレニティテントはだけ使うときが、ペグを入れるところはクリップあります。すごい簡単につけられる。最初はシックスムーンデザインズのロゴは一番前にして、ドアの前にして、で一番上にゲートウェイケーブルクリップあります。をクリップインして、でセレニティーネットテントはこのポールの後ろにして、ちょっと広げて、で外側に全部クリップするだけでできました。それにテントクリップするところは本当にこの部分ちょうど、ただクリップするだけで簡単で作られます。で最後はこの下の部分はテントポールをこっちに入れる。できました。セレニティーネットテントとシックスムーンデザインズのゲートウッドケープ。